商品選びを間違ってしまったと考える方が多いのですが、実は誤っているのは商品ではなく、広告のかけ方だったり、どのようなキーワードでアプローチするのかだったりするんです。意外と我々は誤った先入観で決めつけてしまっていることが多いということがよくわかります。 皆さん、こんにちは。ネットビジネス界の目の上の単国、ネット物販講師の黒沢です。私は中国アリババ、アメリカアマゾンネット物販を教えさせていただいている講師なのですが、アメリカアマゾン上でよく調べられる、特にこの時期から調べられる方が多い商品をピックアップしまして、ツールを使って 分析をしていいきたいと思います今回使用させていただくツールというのはセラースプライトというツールです。私が知っている限り最も優秀なツールの一つなのですが脆弱性といいますかデメリットが二つあります。まず一つ目は機能が多すぎるので何を使っていいのかわからないということ。もう一つが有料プランが月額98ドルかかりますのでこの円安ドル高のタイミングだと余計に高くつ ついいてしまうということとこなんですねセラースプライトの有料会員プランについて補足説明させていただきます。まずお試しで使う場合は、スタンダード会員毎月98ドルにご登録いただくことをお勧めしております。というのも、年単位プランだと16.67%の割引率が適用されるのですが、実は以前私、セラースプライトの機能紹介の文面の日本語添削の仕事を受け負っていたことがありまして、その兼ね合いで、 三十パーセントの月額料金の割引クーポンというのを持っているからです。そのクーポンコードをご入力いただければ、毎月三十ドルオフ、約三十パーセントオフの六十八ドルでお使いいただくことができます。登録方法についてですが、動画の概要欄並びにコメント欄に記載してある URL をクリックいただき、月単位プランを選択し、スタンダード会員九十八ドル月の下にある、ペイパルもしくはクレジット決済を クリックしてくださいこちらの画面でお名前メールアドレスパスワードを2回入力し私はロボットではありませんにチェックを入れた後一番下のセラースプライトを登録をクリックしてくださいその後注文前のプレビューの割引券のところに JPHZ70 と入力していただき有効性をチェックをクリックしますするとパッケージタイプスタンダード会員割引額30ドルパッケージ単価毎月68ドルと表示されますその後了解で にチェックを入れていただき支払いボタンをクリックしていただければ68ドルの月額料金で利用することができますもちろん無料会員として登録していただくこともできるのですが今回説明させていただく歴史トレンドという機能は有料会員でないと使えない機能ですしまたキーワード逆引きリサーチについてもかなり制約がありますのでスタンダード会員で1、2ヶ月を使いいただくことをお勧めしていますでは早速リサーチを開始いたします まずアメリカで商品リサーチをするときは必ず左上のデリバートゥーすなわちどこに配送するかの配送先をアメリカ国内に設定してください。アメリカの ZIP コード、よくわからなければ92111と入力してください。そうしないと日本に海外発送できる商品しか検索結果上に出てこなくなってしまいますので商品リサーチの視野が狭作してしまいます。さて今回はもうすでに入力してあるのですがサマード サマドレスというキーワードで調べてみたいと思いますそもそもアメリカアマゾンはアパレルが一番大きな市場ではあるのですがその中でサマードレスというのはどう調べても上位表示されやすい商品ですから結果的に男性の方も女性の方もよく調べる商品ですただパッと見るだけではわからない特徴がありますので早速検索ボタンをクリックしてまず検索結果を見ていきましょうセラースプライトの拡張機能を Google Chrome に入れておくと上の方にグラフ が出てくるだけではなく各商品の下の方に詳細の情報というのが出てきますまず一番上のグラフは何を表しているかというとこのサマードレスというキーワードでどれだけ検索されるかのグラフが出てくるんですね検索窓の右側に月間検索数14万2395件と出ていますこちらを左クリックしていただくとさらに詳細のグラフが出てくるんですがこのグラフの並々黄色の並々に着目してください 夏の時期にに検検索索さされれてて冬場は検索あままりりなななないい大きな波をどんぶらこと形成しているような状況になりますちなみにこの緑の線が購買率を表しているのですが、2021年、まさにコロナ禍にある状況でサマードレスめちゃめちゃ売れているんですよ。コロナ禍においてアマゾン物販は悪影響を受けるどころかむしろ売り上げが上がっている。アマゾン全体の成長率も上がっているということです。 ことを表しています。では具体的に1つ商品をピックアップしてツールで分析してみましょう。こちらの商品レビューの数が17,395件ついています。日本アマゾンと比べて格段にレビューの数が多いですね。それだけアメリカアマゾンの市場は大きいということです。まず星印にカーソルを合わせるとレビューの分布が出ています。このような形で曲線を描くような逆三角形、ちょうどトランペットを横から見たような 形状にななっているググララフフは理想的なグラフと言えますこの下にセラースプライトの真骨頂が存在しています。商品の衛心やブランド、セラーの名前などが出ているだけではなく、下の方にいくつものツールが表示されているんですね。ここでチェックしてもいいのですが、とりあえずこの商品ページに飛んでみましょう。 まず最も重要なツール、機能の一つが歴史トレンドです。左クリックすると下にグラフが出てくるのですが、どの時期にどれだけ売ったのかという販売数だけではなく、毎日どのぐらい売れているのか、ランキングはどうで、価格の変化はどうで、評価はどのようについていって、評価率の変化はどうなのかというのが、この歴史トレンドの機能の中に集約されています。ところどころろど ことからもわかるようにこのツールは完全でも完璧でもありませんが少なくともこの商品の1年間の売れ行きをはじめとした動向を視覚的に見ることができるわけですちなみにこのサマードレスに関しては6月に最も売れているということがわかりました実は夏の前に購入する方が多いので5月6月が最も売れるということがわかりますまた真冬すなわち12月一番売れてないんじゃないかと思い 実は一番売れないのは夏が終わった10月で、11月、12月、1月、2月はむしろだんだん売れてくる時期だということがわかります。よって、この動画を撮影しているのが2月末ですので、むしろガンガン売っていって良い時期にもうすでに来ている商品だということがわかるんですよ。 もう一つ歴史トレンドと並んで最も重要だと私が考えている機能、逆引きリサーチについて紹介します。逆引きリサーチを左クリックしてみると、このように商品の衛診が自動入力されて、下に色々な指標が出てきています。すなわち通常の商品リサーチのように、全体もしくは特定のカテゴリーという範囲の中から一つの商品を探すのではなく、一つの商品を皮切りに、そこから逆引きを行って関連して、 しているトピックやカテゴリーを見出していくのが逆引きリサーチの真骨頂です。実践的なことを話しますと、この商品の関連商品を買い付ける場合、少し下の方にスクロールしていただくと、注目キーワードという欄があり、こちらにこの商品に関連が深いキーワードがランキング順に載っています。このランキングというのは関連商品の中でどの単語がどれだけの頻度で使われ ているかという順位です右の方にコピーがありますのでクリックしていただき Excel などの表計算ソフトに貼り付けていただくとこのように単語の羅列と数字が出てきます少し拡大しましたが一番上見るとドレスという単語が関連商材の中で817回使われていますよ次ウイメン女性の複数形ですねが675回使われていますよという一覧になってますよって商品のタイトルに入れてもいいですし 説明文に入れても良いのですが、単純に検索キーワード欄、お客様から見えない我々セラーが入力する検索キーワード欄に、この単語を上からわーっと選択して、そのままボンと入れるだけでも、それなりの SEO 対策になるということです。また、もう少し下の方にスクロールすると、関連のキーワード群が出てくるのですが、一番上、ドレスイズフォアウィーメン2022にカーソルを合わせる とランキング上位の関連商品が出てきますしトラフィックという欄を見ていただくとざっくりと申し上げれば自然に上位表示される確率が66.50%広告をかけて上位表示される確率が33.50%と出ていますもちろん厳密に言えば確率を話しているわけではないのですがとにかくこの検索結果上でご自身の商品を上位表示させたい場合はそれなりに広告 広告をかかけけるるる必要ががあるよねとということがわかるわけです正直我々とすれば広告貧乏にはなりたくないので広告をかけなくてもそれなりに上位表示されそうな検索結果を狙うというのが一つの有益な戦略になるのですが例えばリゾートウェアフォアウィーメン というキーワード群の検索結果上に上位表示させるのであれば自然の検索結果だけでも十分に割り込める余地があることがわかります。実際この検索結果を Amazon 上で見たいときは Amazon でチェックするを左クリックしていただくとすぐに検索結果のページに飛びます。月間6316回とそこまで検索されていないものの検索結果も9000件とそこまで多くはありません。私の 経験則では1000件から数千件以下多くとも1万件未満の検索結果上でお客様はとどまって具体的に一つの商品をピックアップする傾向にあるわけなのでこのリゾートウェアフォーウィーメ名に何かしらプラスアルファのキーワードを入力せずにこの検索結果をガーッと見ていって おお好ききなな商品を探されるお客様が多いいのでではないかと推測できますそして、専門的な言い方だとマニュアルターゲティングというのですが、このキーワード群の検索結果にのみ広告を表示させてくださいという設定を行えば、検索結果の上位にご自身のサマードレスが表示される可能性が高いと言えます。というわけで、今回はサマードレスというキーワードに着目して、セラースプライトの機能を駆使しながら商品を リサーチをして分析してみました商品選びを間違ってしまったと考える方が多いのですが実は誤っているのは商品ではなく広告のかけ方だったりどのようなキーワードでアプローチするのかだったりするんですドレスイズフォーウィーメンだとかサマードレスの検索結果上に自分の商材を上位表示させようという根担で広告戦略を立てていったら 報告費ははかかさむなかななな上上位表示されないいい売上にががらないわでですする可能性が高いんですね実際この検索結果をクリックして見ていただければわかるように5万件以上の検索結果が出てくるわけです。どの検索キーワード群が美味しいかということが一目瞭然になるのでこのツールは非常に有益だと考えています。今回はあくまでも歴史トレンドと逆引きリサーチのさらにほんの 一部分しか説明していませんが、これだけでもセラースプライター有益なツールと言えるのではないでしょうか。補助的に商品リサーチツールを使うと、当然通常の検索結果上では見えないグラフやその他様々な数値的な指標が見えてきますので、意外と我々は誤った先入観で決めつけてしまっていることが多いということがよくわかります。それは該当の商品が最も売れる時期の話で、 であったりその商品を販売する際にどの検索結果上で上位表示させればいいかという判断であったりするわけです今回の動画参考になった方はよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です最後までご静聴くださりありがとうございました